シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。よくなけば最新情報を紹介していくってやつぜ。というわけで今回はモンコレデラックスの解説をしていくぜ。昨日の超究極のどさくさに紛れて発表があったこのモンコレデラックス。昔はそんなにいいガチャではなかったけども、今年に入ってから、それぐらいからモンコレデラックスでなかなか、いいガチャだなというふうになってきたわけね。怖い時もあるけど、いつも4段までやってその中に結構当たりなガチャがあるんだよな。というわけで今回も解説していくぜ。開催期間が6月21日月曜日、もう始まってんのよ。もう申し訳ない、始まってって、6月25日金曜日までやっていると。で、今回のラインナップ、これがいやちょっと分かりやすいんだよな、マジで。あの雰囲気が違うのよ。最近結構引きやすかったんだけど、今回のラインナップ、ここにボンと上げてるけど、見てもらうと、ちょっと引きづらいんだよな、これが。その欲しいモンスターを狙った場合、怖いというふうなガチャが多い。でもすごくいいのもあるんだけど、で、今回の、ラインナップで、一番、重要な点が、ここ最近ずっと選ばれてなかったペルセウスが、なんと久しぶりに選出されたと。前回も言ったけど、あまり選ばれない理由として、他のよく入りがちな超砲撃の優秀なモンスター、マルタ、ニュートン、マナ、ハーメルンとか、そういうモンスターたちは複数持っててもいいんだけど、このペルセウスって一体当てられると、もう引かない人が出てくるから、おそらくペルセウス、出し渋ってんのかなと予想したけども、さすがに今回フラパ前ということで運営も、入れてきてんだよな、これが。ちょっとなんか異常事態というのが、なぜかアキレウスが選出されてんの、これ。どういうこと、これ。なんでアキレウス選ばれてんの、このパワー。なんかすごい、これって人気キャラなんじゃないの、これ。何なんだろうな、これ本当に。いやー、そのせいで危険すぎるわ。今後闘神増えてくんのかな。それならこいつ可能性十分あるけど。ここからはボリュームごとに解説していくぜ。そのボリュームの選ばれてるモンスターの説明や、そのボリューム引くべきなのかってことを説明していくぜ。で、ピックアップ注目キャラの解説とある通りに、この下に上がっているモンスターは、この中でも、狙ってもいいかなというモンスターで、星マークがついてるモンスターはその中でも、優秀なモンスターというふうになっているぜ。星マークは、その、2個3個とか増えずにもう1個だけになってるから、OK。じゃ、まずこのマルタ。モンコレデラックスといえば、マルタというぐらいいつも選ばれていて、もうみんなマルタ狙っているというぐらい、欲しいモンスター。超砲撃の言わずと知れた最強。本当にモンコレデラックスの中でもトップレベルの大当たりになってんだな、これが。いや、複数欲しいし、本当に強い。で、次、ゴエモン。ゴエモンに関して言うと、重心化して、ノクターン適正に、なったということで、しっかりと、高難易度も適正持ってるし、友情コンボ強くて、低難易度もいけるということで、選んでいるんだけど、それでも、モンクレデラックスでゴエモンが欲しいからと言って、ゴエモン一番狙いで引くのはちょっと、やめた方がいいかなというふうな印象だぜ。ヒミコに関して言うと、情報修正で、若干強くなったけど、まだまだ狙うほどではないかなと。重心化インドラは、説明はいらないかなという感じになってるぜ。で、今回のこのボリューム1は、フラパ前ということも考慮しなくても、本当にちょっとマルタ一点狙いになると思うから、怖いということでちょっとおすすめはできないかな。ゴエモンも、ヒミコも、限定ですごく強いけども、このモンコレデラックスで、狙っていいような感じではないんだよな、今現状で言うと。ゴエモンめちゃくちゃ強いよ。強いけど、狙うにはちょっと、まだかなと、言った印象だぜ。OK。というわけで次はモンコレデラックスボリューム2も見てもらったらわかる通りに、いや、これは今回の一番のあたりで、かなり引きやすい。今回のガチャってこのボリューム2以外はかなり引きづらいんだけど、このボリューム2は意外と引くと、別に損が少ないと。損が少ないというか、結構強めのモンスターを高確率で引くことができるのかなというふうに思っているぜ。
まずはこのニュートン、このニュートンだな、俺がめちゃくちゃ推してるこのニュートンが選ばれてると。で、超砲撃高威力友情、本当に半端ない、長距離乱気弾ぶちかましていくと。で、高難易度を本当に壊してんだな。このニュートンのすごいところが、豪絶で言うとコンプレックスであったり、エリミネーター壊しているし、コラボが来た時の超究極とかも、普通にミッションで攻略できたりしたりと、すごい優秀なモンスターになってるな、これが。だから、まあ、ニュートン欲しい人はかなり多いと思うぜ。で、次、マナ。いやー、このマナよ。超砲撃、強友情、広範囲で活躍と、高難易度もいけるし、低難易度の、友情コンボで雑魚処理がめちゃくちゃできると、周回もできる。で、まあ、特にすごいのが、まあ、神殿だよな。神殿でも強い。とは言っても、最近、神殿で活躍するモンスターが増えたことによって、まあ、今までよりマナじゃなきゃダメというふうな、マナかノンノかという環境ではなくなっていると、まあ、バサラであったり、犬塚シノアルファ、まあ、そういうモンスターが出てきたことによって、まあ、今までより神殿で欲しいからマナを狙わなきゃならないという状況ではなくなっていることは、分かってほしいぜ。OK。で、次、ウンディーネ。重心化カイヌ使ってみたを見ると、かなり優秀な超砲撃キャラになったんじゃないかなと。このウンディーネを狙ってこのモンゴルデラックスを引くのはかなり危険だけども、ニュートンとマナを狙って、ま、ウンディーネ出た場合、ま、持ってない人にとっては、ま、十分ありなのかなと思っているぜ。ま、ガブリエルも、ま、モンストを代用する限定キャラとして、ま、今後の活躍も、ま、今のままじゃあれだけども、ま、いつか活躍するはずだから、ま、このボリューム2かなりいいのかなといった印象だぜ。まあ、余裕があってニュートンマナが欲しい人は全然引いてもいいのかなと思うぜ。まあ、フラパ前ということもお忘れなく。次、というわけで次はボリューム3。このボリューム3見てもらったら分かる通りにペルセウスが選ばれていると。まあ、最近選出されてなかったから、まあ、ペルセウス欲しい人はやっとかということで、まあ、狙いたくはなるけども、まあ、本当にこのモンゴルデラックスボリューム3は、狙っていいのはペルセウスのみになっているからかなり危険な、まあ、ガチャになっているよなこれ。まあ、本当にペルセウスは強い、超砲撃キャノーマ、優秀すぎる音も一体で誘発やブーストをやってこなすということで、まあ、一体いればいいからもう本当に早く引きたいとした多いと思うよ。だけどこのモンコレデラックスボリューム3、引くとおそらく高確率でほぼ9割ぐらい、もう確定出たらほぼ 99% アキレウス出るから、これは気をつけてマジで。もうほぼアキレウス出る。まあ、このモンコレデラックスのこのボリューム3、ペルセウスよりなんかすごい、なんて言うんだろう、活躍してるように見えないこれ。アキレウスでかくしてるからちょっと押してんだろうな。なんなのこれは。で、次はボリューム4。ボリューム4でまず上がるのがこのメルクリウス。豪絶ディビジョン適正。まあ、結構ディビジョン難しいと聞くから、まあ、運営もよくこのメルクリウスを入れるんだろうな。その豪絶ディビジョン勝てない所有はもうメルクリウス狙っても全然 OK だと思うぜ。で、次、ハーメルン。で、このハーメルンなんだよな。まあ、さっき言った、まあ、ウンディーネと同じような立ち位置。だけど、ウンディーネよりも、まあ、かなり汎用性があって、まあ、強い。ウンディーネよりも相当強い。超砲撃の重心化になっているぜ。いや、本当に、低難易度周回、友情コンボがもう一気に雑魚敵倒してくれることによって、低難易度の周回もめちゃくちゃ優秀だし、まあ、なんと、豪絶イグノーでも大活躍ということで、このハーメルン、まあ、かなり重心化して優秀になってから、まあ、狙ってもいいかなとは思うぜ。他にはこのルシファー。ルシファーって、ま、今、確かに環境にはついていけてない感あるけど、ま、モンストの顔だぜ。ま、いずれめちゃくちゃ活躍することは確定しているということで、ま、このモンゴルデラックスボリューム4、ま、ちょっと引きたい気持ちもあるけど、気をつけてこのガチャ引くとほぼストライク出るから。ま、これは本当に気をつけて。で、ま、そのストライクのことを考えずとも、フラバ前ということを踏まえると、このモンゴルデラックスボリューム4は、ちょっとおすすめできないかなと。まあ、言った感じになっているぜ。OK。まあ、ということで、モンストニュース、ボリューム4に関して言うと、モンストニュースを見てから判断できるため、狙っている人は、モンストニュースを見てから考えよう。だけど、モンストニュース関係なく、このボリューム4は、ちょっとおすすめしないかな、といった印象かな。まあ、フラパも近いから、オーブの使用は慎重に。
よっぽど欲しいキャラがいない限り引かないのがおすすめ。まあ、ためとこう。で、さらに言うと、まあ、今回ね、モンゴルデラックス引くのは本当に、ちょっと相当欲しくない限り、やめた方がいいかな。あの、積み立てガチャってのあって、その積み立てガチャの結果で、まあ、来月でも全然いいのかなと。まあ、ここで狙って、あの、ペルセウス引いたのに、なんか積み立てガチャで50連したら、なんか普通にペルセウス出たよっていうのは若干やっぱ悲しいから、まあ、今月はやっぱフラバ前ということも踏まえて、まあ、24% とかだったら別よ。まあ、だけど、今回はちょっと我慢した方がいいのかなと思うぜ。オッケー、そんな感じだ。あばよ。いいからそこに並べ。俺が野球をしてやるからよ。野球員が可愛い。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。野球って仕方ねえ。